沖縄ミュージックジャーニーアフタートーク、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さんこんにちは、沖縄ミュージックジャーニーアフタートークということで素敵なお客様、遠山貴文さんですよ。どうも。いや、あの収録お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あのスタジオライブもやっていただきまして、はい、ね、あのレインボーレイン、はい、ね、素敵な歌も披露していただきましたけれどもね、あのやっぱりね、あの本編では、エンガーの話から、うん、沖縄のインディーズムーブメントの話、うん、熱かったね。そうですね、うん、思い出すのに長すぎてね、うん、一気に思い出せないぐらいですからね、うん、そうだよね、もう今からだって15、6年前だもんね。僕の魂歴ぐらいですもん。そうだよね、遠山貴文さん、僕はもう魂魂って呼んでるんで、番組中も遠山さんって言ってみたり魂って言ってみたりね、あれ話してると思いますよ。そうですよね、リスナーの皆さんすいませんでしたっていう感じなんですが、あの本当にね、エンガーフロンボールから時代から僕はもうエンガーライブを見てもう衝撃を受けたりとかしてたんですけど、で僕月刊ハンズっていう雑誌の編集長やってて、はい、あの配本番長だったりするんだよね。僕の車でハンズを配ってたんですよ。そう、コンビニ、コンビニ以外は僕が配本してたんです。配本番長で配本していただいたりとかあの本当に付き合い長いんですね。いや本当にね、あの本当に素晴らしいね、アーティストでありなんか仲間でありというね感じで、でね、今はシャオロン・トゥ・ザ・スカイというねバンドも組んで、はい、ね、グルーヴにいらっしゃるガチャピンさんベース、はい、ね、ドラムが、ドラムはあの正式メンバーは黒羽ゆきたかで、うん、サポートで今は、うん、黒羽ゆきたか東京在住なので、はい、サポートメンバーを、うん、お願いして、ね、バンド活動してます。うん、まあ黒羽ゆきたかさんといえば、ね、今なんかビギンの ドラマーになったりするんですよね。ビギンのサポート、うん、ツアーメンバーに決まったみたいです、ね、うん、まあそういう意味でもね、やっぱりそのエンガーフロンボールのあのなんていうかこのサウンドのね広がりっていうのがね、どん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 出てくるのかなっていう感じがするんですけれどもね。で、あのエンガーフロンボールじゃないや、シャオロン・トゥ・ザ・スカイで、ごめんなさい、はい、シャオロン・トゥ・ザ・スカイの情報をどこで手に入れればいいかということなんですが、はい、Facebook ページで、うん、シャオロン・トゥ・ザ・スカイを検索していただけると、はい、そこの方が、うん、シャオロンのホームページもあるんですが、はい、なるほど、あの情報が、うん、あの新鮮なもの、なるほど、はい、回転が早いと思います、うん、しかも今ね、Facebook あのレスポンスも早いんで、ぜひね、あのシャオロン・トゥ・ザ・スカイで検索をしていただいて、Facebook で、ね、ログインしていただければ、シャオロン・トゥ・ザ・スカイのその旬な情報が手に入るということなので、はい、よろしくお願いします。まあ、いい男なんで、ぜひですね、可愛い子ちゃんもアクセスするようにしてください。そういうことだよね。はい、そういうことです。いやいや、いいとこだよね。本当で、ね、見せれてよかったなって思います。うん、ラジオだけちょっともったいないなと思って。だからね、はい、もう皆さん、魂でーすね。あ、そういう感じで、はい、さあということで、またね、あのライブとかある時に沖縄ラブウェブとかでも、はい、紹介させていただきますんで、はい、ぜひぜひ、でそしてね、ラジオをこうチェックしていただいて、ウェブでもね、これアーカイブされているんで、ね、はい、あのスタジオライブとか楽しんでいただきたいですよね。はい、はい、じゃ あ, あの最後にちょっとあのカメラ目線でメッセージワーを一発かましてもらっていいですか。はい、はい、シャオロン・トゥ・ザ・スカイ遠山貴文ですけども、うん、これからもブレずに、うん、ロックと、うん、歪んだ骨格の方を調整していきたいと思いますので、よろしくお願いします。その骨格調整で僕の歪んだ心も直していただきたいみたいな感じなんですけど、さあというわけで、沖縄ラブウェブ TV、沖縄ミュージックジャーニーアフタートーク、ゲストはシャオロン・トゥ・ザ・スカイの遠山貴文さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。